最初の始まりから喋ります。林、まあ、我々やってるのは5人でやってる5人配信だけど、それのルーツから話しますと、江戸時代の中頃、享保年間正確に言うと分かんないけど、享保年間1700何年からなんですけど、葛飾の香取神社っていうのがあるんですが、そこで始まったと言われている。で、当時その若者、その先住の宿の若者が、まあ、夜な夜ないろいろこう暇だから、まあ、遊んでしょうがない。なんかこう趣味を満たして、女遊びを少し一生させようというふうに、まあ、僕の有力者、まあ、具体的に言うと、あの代官さんが考えて、でたまたまそこの香取神社にいた御世様にいたんだけど、その人になんか、以後代官のせたまに行ってきた、全国を歩いて、伊勢の方から行ったんだけども、神楽とかいろいろやる人で、まあ、あの修験道が、で、そこでじゃあ、そのお囃子を考えて、自分でアレンジしたり、それが今の祭り囃子の始まりだというふうに言われてる。でそれをアレンジして、まあ、ある形にまとめて、で、土地の有力者と協力して若者を集めて、でこれを、習いましょうということで習って、で始めたと。で、カトリック神社のお祭りの時にそういうのを始めた。でもそれだけじゃどうもモチベーションが上がらないから、先ほど言った大官さん、今犯罪の大官さん、関東を仕切ったからで、まあ、非常に力を持っているんですけど、その人は江戸の方にも力を持っているので、その当時江戸の天下祭りと言われた三の祭り、神田祭り、これ二大祭りと天下祭りと言われていたんですね。そこに出そうじゃないかということで、その土台官さんの口利きで、その葛西、先ほど言った葛西の林を習った人が神田祭りとか三の祭りの出汁に乗っかって生やした、そういうすごい天下祭りの一番の華やかなことで人前でこう配信するから、モチベーションもものすごい上がるわけだ。どん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 広まってる。だから神田祭りとか、要するに三の祭りの大きな祭りのお囃子は、葛西の方からそういう囃子方を呼んで作ってやる。それが、まあ、清丸が始まる。それから100年ぐらい経って、そうやってこうだん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 こう江戸を中心、江戸で流行るものは、まあ、どこでもそうなんだけど、もう全国に波及するわけです。田舎で流行ったものは江戸に来ないけど、江戸に流行ったものはもう全部発注していく。で、じゃあうちでもやろうか、あっちでもやろうかって、だん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 広まってる。で、さっき言った、享保年間から始まって、100年ぐらい経った文化文政時代、1810年ぐらいかな、100年ぐらい。その時に、大井とか渋谷、世田谷あたりでお囃子を独自というか、それをアレンジして新しく作って、じゃあうちなんかやろうやって言ってやれ。それがその文化文政時代に、まあ、さっき言った1830年もかな、あってしゃちょっと詳しくは喋りましょう。まあ大体いい、その時にこう、要するにお城の南、城南地域、城西地域、
これ、まあ、具体的に言うと、まあ、品川、目黒、世田谷だ。それは江戸前風と城南みこしと分けてもらう、だから、これがすごいですね、はい、でそこで、読む時にまたこうやって、それを元にアレンジして広まっていった、はい、それが我々が今やっている城南牛のお囃子の元になる。だから江戸で中心神田とかその中心街でやってるのは葛西と林方が来てやってて、そこで一つの地域的なそのエリア、まあ、派閥じゃないけどねあって、で片や、お城のこう南西側は、まあ、一つのそのなんていうの、ユーミンができて、それが我々がやっている城南の林の原点になっていると言われている。で、向こうはここで独自に発展して、ここは文化文政時代を元にしてどんどん発展していく。そういういきさつがあって、ね、それがもちろんどんどんあっちこっちって細かく、まあ、流派が当然のことながら、そういう洋楽みたいに音符がないし、はい、口伝えでどんどん伝えていくので、何年も代が変わって伝えていくと、どんどん微妙に変わっていっちゃう。でそれはしょうがない。それが各地域で流派を生むようになって、その流派っていうのはその地域に合ったような形をどんどん生むんだけど、例えば海っぺらのお囃子方は割と威勢のいい囃子をするけども、ちょっと中に入ってくる街中でやってるか、そんな威勢のいいやんなかって、お客そこにいっぱい聞いてる人いっぱいいるから、そんなに大きい音を出さなくていい。だから海ペラは大きい音を出さなきゃいけないから、逆に言うと太鼓を低くしたよとか、極端に太鼓を縦にして上から叩いちゃうとか、そういうふうなどんどん地域の威勢を加味したからどんどん変化する。でそれが今の現状だから、大きく分けると葛西、江戸、神田を中心とした一つの流派と、こんにちは、品川、大田区、弁当、世田谷、こっちの お城もこっちがね、城南って言われるところですね、城南って言われた、はい、地域と大きく分けると二つの流派に分かれてる。それが今の現状である。まずその一つ、はい、一つ、ね、ありがとうございます。